はい、有明アーバンスポーツパークです。じゃじゃん。会場の競技はすべて無観客での実施になります。チケットをお持ちの方の入場はできません。あ、はい、そういうことだそうです。はい、こんな感じです。はい、見て見て、こうやってほら、Qラインとかもね、こうやって綺麗に作ってあったんですけど、無観客ということで残念です。はい、もうね、あのお台場とか有明とかこの辺はね、あのずっと警備のおまわりさんが来てこう警備してくれてます。あ、猿滑りも綺麗、すごい綺麗。夏らしくていいな、これ。